これから、翻訳したものを読んでいくんですけれども、ちょっとね、猫ちゃんの様子がおかしいので、後で獣医さんに行こうかなと思って、ちょっと心配しながら、ドキドキしながら、これから読み上げようと思うんですけど、何かもうね、そう、とても病気なので、お年なので、ちょっとどうするかは、獣医さんと決めるんですけど、何かね、立て続けに、うちの猫がどんどん、まあ、3、4ヶ月おきに亡くなっていくので、この3年間ぐらいかな。どうなってるんでしょう。そう。という感じで、何か休む暇がないっていうか、まあ、1年おきぐらいだったらまだしも、3ヶ月おきとか、経済的にも、精神的にもね、あと、時間がね、取られてしまうっていうのは、何もできなくなっちゃうから、その問題で。なんでこんなに立て続けに起こってるのか、まあ病気が流行ってからかもしれないですね。それはもうしょうがないですね。それでは行きます。あらん、あれこれ違うかな。昨日の持ってきちゃった、昨日の持ってきちゃったから、どこに置いた、今日の訳したの、どこに置いた、これはチベットの話。ここにじゃあ立てておいて、今ここにちょっと立てておいて、どこに立てよう、ここに立てておいて、ここに立てられるかな、しばらく立てておいて、今探しに行って、これ昨日の紙ですよね。今日のどこに置いた、今訳して、それでかな、昨日ですよね、これどこに行った、どこに行った、今日が11回目だから11って書いてある紙、どういった、あ、これですね。ちょっとあちこちに散乱してる紙が、そういう感じで組み上げようと思います。今日11回目ですよね、これ。いやー、ちょっと混乱してる。頭の中が混乱してる、私、今。ここに立てかけたんだけど、トーストのやつ。アランさんの質問で、アラン・スタインフェルドさんの質問で、フィルさんっていう人と、フィル・グルーバーさんと、マリナ・セレンさんと、それから、ピーター・ムーンさんが答えてる。そういう対談なんですけど、では行きます。フィルさんからですね。ミラガト・ピーターズ、そして私たちの多くはカール・マリア・ミラガトに精通しています。そう、ミラガト・ピーターズっていう人について話していますね。今これはナチスの歴史の中で逆中以外に追いやられているもう一人の人物です。ナチスのオカルト部門の創設と運営におけるヒトラーの主な影響力でした。彼の部屋の、文にある SS、で彼は目に見えない暗い惑星であるダークスターについて話していました。ブラックホールのワームホールはそれをサントールと呼び、ダークスターのエネルギーは熟練者のエネルギー体にリンクすることができます。ヒトラーはその熟練者になりたかったのです。それはブラックさんだったかもしれません。アラン、もしあなたが愛から来ているのならこれは私たちの次の装飾品になるかもしれませんが、もしそれが、愛から来ていなかったとしたらこれは、次の装飾品になるかもしれませんと言いましたね。ここも、ヒトラーが何を考えていたのか私は分からないような気がします。なぜなら彼はとても愛のある場所から来たとは到底思えないからです。アデプトへの入り口を通過する側面、これがセントジャーメインがこれほど高く評価されている理由だと私は感じています。
フィル、私たちはグレートセントラルの太陽、隠された太陽、秘密の太陽について話していますが、それについて、そしてそれがどのようにして起こるかについて話すことができる膨大な量の外国のインフォメーションがあります。周期的なアセンションサイクルなどの観点から現在地球で起こっていることへの影響については、おそらくそれについては後で話す必要があるかもしれません。その関係と、それの関係と大数システムへのマリナの関係も理解することが非常に重要です。女性たちはようやくの形成までシュメール人、シュメール帝国、アルデバランに戻るスターゲート、彼らがセルンと言っているセルンで何をしようとしているのか、それが私の灼熱の T シャツを着ている理由なのです。本当の秘密、本当の力を明らかにするフォース・ザ・ブラックサンの歴史を明らかにします。アラン、つまり私たちは切り開いた名前をつけているだけだと分かっています。フィル、壁の亀裂を好きになりたいですね。本当にこれを開きたいのです。アラン、いいですか、その前にマリナの話をさせてください。マリナにここで要点を切り上げて、終えていただきたいです。マリナは状況をさらに深く掘り下げようとしていたと思うので、その後ピキタからも聞きたいと思います。マリナ、はい、要点を主張します。明らかに誰も人々はうまくいっていません。確かに人々はいますが、私はいかなる植民地の主義も支持しません。それが何千人もの人々のことであることを受け入れようとしているわけではありません。私はただ地球上のすべての人種が同じであることを主張したいだけです。地球の表面とあらゆる文化は征服されています。あるいは過去に考えられていたことは知っていますか？それは過去において、自然なことなのです。なぜならそれは砂末主義と呼ばれます。トリビアリズムでごく細かなことだけを重視するやり方だからです。人間以外の他の多くの種族の多くの種で観察できます。このようなことをすべて行うのは私たちにとって自然なことでした。お互いの間で、あなたの知っている考えをお互いの間で言います。なぜなら私たちは私たちの文化を拡大した、それだけだったからです。そしてそれが実際に地球をグローバル化する方法です。グローバル化する、たとえそれがひどいことに聞こえたとしても、それが真実なのです。そうでなければ、私たち全員が私たちの土地にいたら、こんなことにならなかったでしょう。私たちは植民地主義を正当化していないことを確認するだけではなく、私はスペイン人です。ローマ人によって、さまざまな文化によって、スペインも植民地化されたとも言えます。そして私はそれを植民地化されたとは呼びませんし、植民地主義とも呼びません。私は攻撃されたことは感じていません。または、人種はクリーンであるべきだった、あるいは他の人種によって操作されるべきかもしれません。それは過去の一部であり、私たちの文化の一部として受け入れ、私たちは前進する必要があることを知っているので、悪いことは忘れませんが、そこから学ぶ必要があるだけではなく、私たち全員があの時は同じレベルだったのです。アラン、ありがとう。植民地のことは同意します。それはひどくて厄介なものでした、それでもそれが世界を一つにまとめてくれたこの結果を踏まえて先に進みましょうという感じで、今日の訳はここまでなんですけど、なんか間違って昨日訳したの最初に持ってきちゃって、読み上げようとしちゃったから探してたんですけど、なんかちょっとねバタバタしちゃって、落ち着かないのでここで切り上げたいと思います。ちょっとね猫ちゃんの様子がおかしいから獣医さんに連絡して、でどうするか決めようと思うんですけど、決定しなければならない時が来たかなと思って、はい、それではまた役の続きを明日にでもやるかもしれません。それではここで終わりにします。チャオ。